ちょっと待って、おっとっとっと、今来た。演技じゃないんだよ。どうも、ガチャンネルです。はい、待って、席、ダメ。実はですね、昨日から背中に違和感はありました。はい、で、寝るとき、ちゃんと痛かったんですよ。だから、横になることができなくて、仰向けで寝てました。で、朝になっても痛みは引かず。で、ちょっと外にね、パン買いに行ったんですけど、軽く自分、くるくるって走っていくんですけど、なんか走るとね、胸が辛くて、走れない。なんかわからんのになってしまいました、今日。やばい。ほんで、症状を言うと、こうやって遠くのものを、軽いもんでも何でもいいや、手伸ばして取ろうとすると、背中ピキーンってなって、息がね、できなくなる、息が。めちゃめちゃする。息ができなくなる。そんで、今ね、っていうね、深く呼吸ができない。呼吸がすごい浅いっす。どうしよう。10日後にね、ハーフマラソンです。そのために、トレーニング頑張るつもりだったんだけど、無理だわ、今日これ。なので、今日、整形外科クリニックですか？めっちゃ久々だね、整形外科なんて。もう、15年ぶりぐらいかな。なかなか外傷を負うこと今までなかったんですけど、背中、ぎっくり腰じゃないや。腰で大丈夫。背中、とにかく息が苦しいし、症状はね、なんかもう、こんな感じ。波があるんだよね。ま、今、やけど、あんま無理しちゃいけない。朝より症状悪くなる。朝より症状は、ちょっと身支度して、病院に行きたいなと思います。行ってみま、ショータイム。今日別荘の作業日やったんやけど、気合い入れて着替えたんやけど、無理やわ。病院やわ、まず。なんかコルセットみたいな。巻こうと思ったんだけど、胸筋ありすぎて、背中の部分、胸筋ありすぎて、負けた。胸筋ありすぎて、マジ、不自由な体だぜ。負けたわ、一応負けたわ。ピケン来た。よいしょ、まさかの。昔案件であった このベルトが役に立ってる。はい、お父さんです。お父さん行ってくるね。よいしょよいしょよいしょ。まだ症状分からんけどね。何か行ってくるわ。はい、ということで、すいません、よろしくお願いします。本日はもう始まってますか？はい、はい、ちょっと診断をしていただいて。いきなり痛くなったんですか？いや、昨日の夕方から徐々にですね、うん、徐々になんか背中になんか変な違和感があるなっていうのがあって、はいはいはい、このなんか中心というか、ここら辺になんか違和感があって、で昨日はなんかもう痛いまではいかないんですけど、その上ぐらいですね。そうですね。で、今なんかだいぶ良くなったんですけど、こうなんか遠くのもの取ったりするとピキンってなったり。結構左右差ありますね、体に。右肩がちょっと上がってますし、はい、筋肉の感じも結構左右で違いがありますね。肩も若干右が上がり気味ですね。はい、押してどうですかね、この辺は。痛みないです。大丈夫です。はい、こんなとこも。はい、押してもらえちゃう。はい、特に痛みはなく。超音波を検査してもらいますね。はい、右のきついよ。筋肉がちょっと炎症きてますね。なんか水炎症が起きてて血流が多くなってますね。おう、そんなわかるんですよね。はいはい、そうです。筋肉と筋剥離とか、その筋、肉離れとかですね、そういうのはなさそうですね。はい、ちょっと炎症が起きてるから、まあけどスポーツストップするレベルではないと思います。お、よかったです。なので運動はしてもらっていいんですけど、はい、結構痛み強いなら注射までしてしまうんですね。はい、筋肉部分に。あ、なるほど。
それで抑えることはできると。そうですね。で、何かあった時はさらにちょっとリハビリをして、はい、少しそういう痛みが出ないような体の使い方をちょっと学んでもらった方がいいと思いますわ。はい、うん、その方が痛みなく運動できます。あ、本当ですか。はい、はい、やりたいです。やりましょうか。はい、うん、まあ、肩のレントゲンとか見させてもらいましたけど、はい、それは全然問題なさそうですね。はい、うん、でやっぱり筋肉、はい、この背中を通ってる筋肉の問題だと思います。筋肉ですか。はい、まあ、背部筋筋膜炎という病気を知ってたりですね、はい、うん、原因って角の深かったですね。角の深かったですね。頑張りすぎ。はい、なんか背筋頑張ってたんで。あ、そうですか、ちょうど、はい、おとつい。あ、なるほど。おとつい頑張ってて背筋を痛めつけたんですか。はい、なんか心当たりはあるんですよね。ありますか。なるほどね、はい、まあけどやっぱりね、こう綺麗に入んないと背中とかに、はい、うん、やっぱこう間違ったこのベクトルというか、そうですね、入っちゃうとやっぱちょっと痛めたりすることあるので、はい、今やってるのパーソナルトレーニングですね。いや、自分でです。自分でやってるんですか。はい、なるほど。はい、なかなかね、自分でもやってて。なるほど、パーソナルだけじゃないんですね。はい、なるほど。ちょっと失礼しますよ。入ってます。1、2、3。そんな神経取ってないんで、そんな痛くないと思う。はい、じゃあ、私今、ね、足痛い。いや、一回座ってもらって。はい。いや、やっぱ右だけですね、こうやると。うん、右側の部分が、ちょっと回しづらいというか。ちょっと回しづらい感じですか。はい、わかりました。なら、それを、まあ、リハビリでさらに、はい、良くするように、はい、やっていきましょうかね。あ、でも、すごい。はい。ああ、よかったです。すごいです。はい。ありがとうございます。ああ、よかったです。ではリハビリ行っていきます。はい、そうですね。はい、ちょっと緊張しました。痛くなったら面白いね。あ、先生も、あ、ということで先生です。いつもありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。はい、だいぶ良くなりましたんでリハビリ行っていきます。ちょっと緊張しましたけど良かったです。またよろしくお願いします。はい、しっかり治療していきましょう。お願いします。もう楽にしてる。はい、ストレッチってなんかいつもやってます。やってないです。あ、やってないですか。はい、多分その差の、ストレッチとかもちょっと、はい、入れてった方がいい年あんまりになってくるかもしれない。そうですね。はい。30代と40代の差がまた結構大きく出てくるんですが。はあ、ということで、帰ってきました。今回の原因としては、背中の右側の方に炎症があり、筋膜痛だったっけな、なんかまあそこら辺が炎症するということで、それによりなんかやった時にピキンとかなってという具合でございますけど、その後、注射を打ちまして、そしてあのリハビリの方で筋肉をね、なんかほぐしていただいて、すげえ元気になったんだけど。嘘だ。びっくりした。え、こんなに元気になるのかってぐらいね。朝の何だったの。まだね、確かに何かは感じるんだけど、何かは感じる、まあ注射のあれはだいぶ大きいと思うけどさ、いや、すげえ、何なのこれ。ただ原因もね、あの、まあまあ分からんは分からんのですけど、はっきりした理由、なんとなくは分かっていて、自分の体の左右で筋肉差が背中特にねめちゃめちゃあるって言われて、こうまっすぐしててもこの右肩がねこう上がってんだよね。こうで確かにあの自分筋トレの時の写真、あの今出てるか知らんけど、背中のやつとかも撮ると体が曲がってんのよ。なんで今筋肉量的に分かるんか分からんけど、すいませんね、あの桜マラソン終わった後1キロ太りました。実はよいしょ、1キロ太ってしまったんですけど、まあまっすぐしてもねこうなりやすいで、筋肉量もねなんか左右でね、特に背中、今ね、テープを貼ってもらったんですよ。こんな感じですね、背中がこんな感じっていう感じ。リハビリの先生にもちゃんと指摘されまして、やっぱあの30代と40代では体が違ってきますと、なので、ちゃんとストレッチ、ほんであのストレッチバーっていうものがあると、この特にカズさんはね、筋肉量の差が結構大きいから、あのそういったやつも使って、あのしっかりとあの今後ストレッチをするといいよと、はい、教えていただきました。頭すごいことになってるな。もうまあちょっと置いてきまして、まあ今のやつがね、まあ、ほっといて無理すると、肉離れとかになって、
ベッドから起き上がることができなくなったりとか、そういったこともめちゃくちゃあるみたいです。視聴者さんでもね、私と似たような症状になり、ベッドから立ち上がることが、数日できなかったりとか、これが癖になったりとか、どんどんとね、重症化したり癖になったりっていうこともあるので、本当年を取ったっていうことなんですかね、これは。いやー、やっぱりね、この30代から40代、50代とね、まあ、ステップアップですね、ステップアップ、ね、年齢のステップアップをしていくと、何が大事なのかっていうのもいろいろ変わってきていて、もちろんお金とかね、家族も大事っていうのももちろんなんだけども、自分自身の健康めっちゃ大事だよねということで、これからも体はね、いたわっていこうかと思います。あとね、本当に背中の筋肉のつき方とか、自分の体の筋肉のつき方っていうのはね、やっぱり、いびつになってるからこそ、すごい体に負担がかかってるっていうのもあるので、次からね、もう本当両方綺麗に筋肉がつくようにイメージしたりとか、いやそこら辺マジでちょっと注意してやっていこうと思うわ。これからもね、まあ、40代ね、程よく無理しながら行こうと思います。いや人生そんな長くないから、ね、言うほど40歳になるとは思ってなかったもん、小学校の時ね。40の自分なんか想像できなかったんだけど、実際になっちゃってるし、人生ってそんな長くないんだなってすごいやっぱ節々考えるし、ほんでね、やっぱね、自分の体元気なのって何歳までなのかなーっていうとね、間違いなくもう折り返しもう通り過ぎてるんじゃないのかなと思ったりね。ただやっぱこうやって筋トレとかね、ある程度の無理と、ある程度の知識をつけて、体をねメンテしていくことで、もしかすると80歳でもね、結構元気なおじいちゃんになっているんじゃないのかなって、病気さえしなければね、いけるんじゃないのかなって自分ちょっと思ってるから、まあ皆さん、まあ生温かく見ていただけると幸いでございます。ほんで来週、この調子だともう全然、ハーフマラソン行けますわ。うん。5月12日、つづじマラソンの、まあハーフマラソンですけどね、ちょっとそっち生配信しながら走るっていうね、できるかどうかわからんだけど、ちょっとね、いろんなチャレンジこれからもやっていこうと思いますので、40代こそ今までいろいろ手に入れたね、力を結集して、そしてその技術の全てを40代にぶつけるとか、50代になったらまた同じこと言ってるんだけどね、今までが勉強だ、今からが本番、ぶつけるぞみたいな。いやでもマジ体は良くなってよかったっす。みんなもね、体のどこかが悪くなったら絶対に病院行くこと、ほんであとね、定期検診ね、人間ドックは絶対行くこと。自分22、3歳ぐらいからね、毎年胃カメラ飲んだりとかもしてるし、人間ドック胃カンでいいのに行ってる。やっぱね、見つかってラッキーよ、なんかあったら見つかったラッキーだから、なんか手遅れとかね、ならないうちにちゃんと毎年行って、お金と時間はね浪費しちゃうけども、健康がもしかするとそれでね良くなるかもしんないから、はい、ぜひ皆さんも、やってみることをお勧めいたします。ということで本日はご視聴ありがとうございました。なんともなくてよかった。あ、ほんで、本日はね、僕これ福井の人限定になっちゃうけど、桜通りね、整形外科クリニック、さんのところにね、宇賀神院長のところにお世話になりました。チームメロスの、メンバーでね、その院長も、整形外科だから、まあランニングで怪我した人もいっぱい来るみたいなんだけども、やっぱ怪我した人を見るんだけど、院長がその怪我の人の気持ち分からんとダメじゃないかということで、フルマラソン今回桜マラソン初めて走って、ちゃんと院長自身もしっかり怪我して痛みを知って、いやでも変態だよね、ちゃんと痛みを知りたいからマラソンを走るっていうね、いや変態だなと思うわ。いやでも、今日で1周年らしいんですけど、もう患者さんで目いっぱいでしたわ。予約取んのも難しいぐらい目いっぱいで、やっぱね、腕のいい先生なんじゃないのかなと思います。もし福井県内でね、なんか膝なんかやっちゃったって思う人はね、ぜひ行ってみてください。まあでも結構混んでるからね、いやすごいわ、先生若いのにね、まあ、ということで本日もご視聴ありがとうございました。よし、今から工務店の仕事行ってまいります。はあ、今、別荘行く前にコーヒー、これコーヒー飲みながら行こうと思う。本当にみんな健康が一番だよ、お金よりも何よりも、まあ、家族大事だけど、本当に健康って一番だから、みんなも本当頑張ってこうね。マジでただ歩けるっていうこれだけの幸せ。朝どんなんだったっけって忘れちゃった。朝こんな
朝こんな背中ピキンピキンになってたい、あー歩けないみたいな、本当に歩けるだけで幸せ、噛み締めよう。ということで、ガチめに、行ってきますわ。別荘作業、行ってきます。